待たせしました。野口明雄初のプロデュースコンペティション明雄ズドリーム決勝の時間始まりますよ。皆さん決勝もよろしくお願いします。本当にお待たせしました。そうもちろん解説は大会オーガナイザーの野口明雄さん、そして株式会社8611代表クライミングディレクターの宮沢和明さんです。よろしくお願いしま す, しします。お早速始まってます、ね、これもうオープニングスタートですか。早い。しかももうこんな高度まで来てる。あれ登っちゃう。あと1個頑張れ頑張れ。決勝3チーム絞り込みまして、ここがちょっと悪くてリスキー。よし、予選3位だったこの心&七子チームからスタートしています。早速ですね、七心ペアですね。皆さん、お待たせいたしました、本当に。これ、速報でお伝えしていましたリザルトと正式なリザルト、少し変動ありまして、そうですね、3位なのがこの藤井心と倉七子、はい、ですので、このペアからスタートしています。予選と違ったこの決勝の、ね、ルートがセットされまして、いよいよでございます。ただやっぱりね、心のリードのやっぱり関東が効いてこの順位になってますから ね, ね最後ね、はい、ましたね、うん、しかもこの繊細な、いきなりまたボルダー、おー来た、おー来たー、関東さすが BJC チャンピオン、うん、なんかこの2人服もね揃えてきてますよね。はい、上下黒で。いや心さんね、2週間ぐらいボルダーしてないとは言ってたんで。本当ですか。そうなんですね、はい、あペアですね、磨いてあげる、女子磨いてあげる、いい光景です、はい、これぞまさしくペアならではのもう決勝3組しかいないのでね、もう表彰台のどこのもう本当にどこに立つかっていう争いになってきますね。立ちたいですかってことになるんで、はい、秋吉さん、この表彰台どっかに立てるんですが、はい、ね、まあ、賞金も豪華ですし、そうなんですよ、賞金も、はい、今回、はい、賞金がね、優勝者にしか出ないので、はい、1位総取りね、1位総取り、優勝チーム総取り、クライミングやっぱね、1位総取り好きなんですよそうですね、やっぱり優勝者はね特別ですよね。はい、さあ、あと1分20、予選のリザルトは一旦このリセットされますので、そこからカウントしません。あ、惜しいですよね、秋代さん、はい、ですからまた1からの戦いになります。決勝、はい、男女それぞれの2つ、このボルダリングとリードのそれぞれの順位をすべてかけます。これによってポイント、そのポイント低いチームが優勝になります。今ね、このね、1分切りましたね、まあ、落ち着いていきたいですね、せっかくここまで来たから。あ、いいチョイス、いいチョイスだよ。もう聞こえていても気にしないでいくから、こっちもそうですね、これ予選とちょっと決勝が変わりまして、はい、我々の声というのがこの会場内聞こえてますから、はい、しかこのセットについてなどなどあんまりこう触れることができません。こういちいちこのいやらしさ感じますね。あのね、これ今ぐらいの表現は OK ということなんですがね。はい、今日はもう、はいはい、お祭りなんですが、まあまあ、ね、はい、そうですね、はい、また公式戦とは違った良さをね、はい、お時間が、あーしー、時間が今まで見たことないですね、この近し。本当ですか。このなんか男女登ってますからね、はい、色もね、もうピンクと青でね、はい、同じメーカーのホールドで揃えてきてますね、はい、うん、しかもこの第一からそれぞれ男女なんかこううまいことストーリーがありますよね。男子のそのセットと女子のセットと、はい、これ合わせると、はい、せっかくのペアなんでね、はい、さあ来たお、ということで今の盛り上がりで分かってくれたと思う。あ、2位のチームですね、こちら土肥啓太と森愛です。さあ、土肥啓のメンタルが回復してるかどうか。いやいや、またね、1からのね、ゼロからのスタートなんでね、大丈夫か、はい、カズさん、そのトークはまだこれあのエア聞こえてても大丈夫なんですか。全然大丈夫です、はい、土肥啓、それでもうダメになるようなやつじゃないんで、はい、そうですか、もうメンタルも鍛えてもらって、はい、アイちゃんしかもいい。さあ、この決勝進出はやはりこの森愛のね、あのどちらの種目も1位というところが非常に効いていました、うん、しかも課題もね、もう選手も見てるんで、しかもこれ土肥啓結構タイプな課題だと思うんですよね。そうですね、あ、そうですか、先ほどはね、1課題目ちょっとスラブ落としてしまったんです。おい、おい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 、お、土肥啓、そこつまさか、カモン、
同飛型見せてください。長いよ、長いよ、今絶対行けた、そこ長いよ、解説カスさんのそのツッコミが長いよ今。ただね、はい、残り時間まだね、まあまあまあ本当にファーストストライダーそこまではでかい、はい、さあ我々ワイプ入ってますので、こちら今ちょっとブレイクをしてるんですけど、こちら今回サポートいただいてるんですよね、このコーヒー。そうなんです、はい、茨城県の、うん、はい、コーヒー、どこのコーヒー、サザコーヒーさんに、はい、ご協賛いただいてます。いただきます、いただきました。さあさあさあ、見上げる愛ちゃん、うん、まあ先ほどもね、少し相手、愛さんがそばにいたので、ここ真ん中入っていただいて話聞いたんですけど、本当ですか、そうそうそう、全然まだまだ言いながらみたいな話をしてましたので、まあそうですね、はい、あれ全然違う方法できましたね。わかった、決勝もこのチームはアディオ T シャツです。溜めるね、すごいけ溜めるね、とひけ自分のペースを ね大事大事、ね、ちょちょい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 、頑張れ頑張れ、ちょいちょいちょい、もう泣かせないでセッターのこと予選はね、ボルダーリードともに1位の森愛ちゃん、はい、ちょっと決勝では1課題目からかなり難しい課題になってますね。いやでもこれ同意系、ここ決めたらかっこいいよ、決勝はね、もう決勝は俺の、俺に任しとけと引っ張っていただいて、ああ決勝俺に任しとけ、はい、予選すいません、決勝は僕が、決勝は僕が引っ張ります、はい、しかもこのステップ、ステップ、ケーステップ出ましたね、同意系ステップすごいね、ここまでは先ほど同じ、頑張れ頑張れ頑張れ、最後の一手だけというダメかな、うわい、きた、見せた、よし今度は森愛のどういけ引っ張ってるよ、おおおおい、いつ来たの、いつ来たの、あなたはそこに森愛も完投、この間にいたのよ、引っ張ってると思いきや、どういけ引っ張ったね、愛ちゃんも、いやこれ、はい、このチーム内では今のところ引き分けだから、そうですね、うん、チーム内の、はい、チーム内では今のところ引き分けなんで1本ずつ担当したぞと、いやー予選2位通過ドイケーター森愛チーム見事、ドイケすごい、ね、決めました。そして1位通過のこちらトモアとリサ、さあ一言、はい、チームに一言、チームに一言、いやもう先ほど相当あのもうリサにはいろいろ言われたのでねそうなの、あそうなの、はい、そんなはずない、もう秋代ちゃんが怖くてと言われてしまいました、ね、それはね、しょうがない日本中の皆様、いえいえ、もうトモア君ではなくて、はい、秋代ちゃんとペアを組んでる気持ちだと言われて、そうだね、トモアのやっぱ守護霊が強すぎるっていう説がやっぱあるんでそのおかげでね、はい、リサのね、でもよかったよかった、予選のリードでは素晴らしいパフォーマンス見せてくれましたからね、はい、そしてトモアね、そうですよ、今年1位ぐらいのいい登りをしたと言われている、続いてますね、もう今、あちょっとビスの穴をぶち込んでますね、悪いです、悪いですね、今のはね、バチ当たります今のは、惜しい、はい、いいですね2人とも、いやいいよ、まだ全然ね時間あるんで、まあ、今回その結構ダイナミックな動きをメインに入れているので、クライミングってこんな動き壁の中でできるんだみたいなところも見ていただければいいかなと思います。トモはもう何万回も登ったでしょ、ここのスラブはマスターしてるでしょう、なんかこの2人もね、またウェアがね揃えてきたかのような、コントブラックで、次やっぱチームウェア欲しいね、そうですね、ただくじ引きなんでね、確かに誰ってあれみたいな、わからないんですけどねその場で作りますか待ってから、さあさあさあ、そろそろね決めて応援に回らないと、同じムーブで、おーっと決めましたね、ここは早いでしょう、あなた、おー、 おー踏めてる、躊躇せずに行きましたね、踏めてますね今日、なんとここからはね、はい、応援ちょっと帰ろうとしないと思う応援だよ応援
もうね、見本見せていただいても、お、見本、見本、これ OK なわけですからね、こう、はい、おい、違うかな、だからそういうのが良くないのよ、ちょっとこれは真似できないですよね、そういうお手本が、もうちょっとリサっぽくお願いしたいですね、そういうお手本がいつもね、あきおちゃん怒らしてたわけよ、今までも、リサ、ちょっと笑って登れなくなってます、大丈夫ですか、私ももうちょっと緩やかなお手本かと思いました、今、いきなりトモアスタイルでお手本見せてもさ、あ、でも惜しくなってる、ま、で次はイメージが良くなって、はい、何回やるの、はい、いいねいいねいいね、チーム戦だねこれは、あと1分ありますか、ね、あと1分ある、なんかチームらしくなりましたね、なったねなったね、はい、まあ、ここまでこうある意味手を出していいのかという迷いもあったのかもしれませんけども、ね、決勝まで戦ってきた2人ですから、そうですね、はい、もうペアなんで ね、チームワークも非常に良くなってきた、おい、いいぞ、良くなってきてる、あるよあるよ、ゾーンだけでもやっぱね全然違う、ね、3課題しかないんで、本当やっぱ差をつくポイントがまず3つの課題だけプラスゾーンも3つってなると、いつもよりもねやっぱ一個一個大事になってくる、そうですね、本当に、はい、惜しい、あ、来たよ、 お、はい、お手本してる時間あるのか、はい、うん、こうやって足をっていうね、はい、和気あいあい楽しい、こういうのこういうの好きだな、まだ行けと、まだ行けと、まだ行けと、まだ行け、スパルタです、はい、はい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 、よしゾーン、はい、第一課題終了です、でも第一課題、いや、いいコミュニケーション、しっかりと、はい、さあこれによって第一課題でどちらも完登したのがっていうことになるんですか、これは、うん、どちらも完登した、まあ、ただね、2人の完登数ではなく、はい、あの順位の掛け算です、ね、はい、もう1をまず、ね、はい、取りに行きたいところですね、さあ2課題目ね、タイプまた変わるんで、スタート順番同じく藤井心九段7個ペアです、いきましょう、藤井心九段7個7個心いきましょう、でも BJC チャンピオンペアですからね、いやー、ああ、めちゃめちゃ強い、はい、さあ心は早めに真横か、いいですね、ここね悪いんだけどね、今のパート十分、わ、また短しい課題ですね、しかもうまそう、え、強い、おい、惜しい、あ、そしてこっちはこっちでこのまたこのね、丸がいっぱいついてる映え系の女子で出前、出前映えるってことですか、はい、お互いこうだよっていう話をしてますね、なんか予選よりもみんなね、いいですね、打ち解けてきたん、ちょっとやっぱ時間を共にして決勝まで行ってね、ここまで行ったならば、はい、持って帰れるものはもっと帰っていきたいと、でも心下のパートうまいですね、うん、あ、これこれこの同時に、あ、いいですねいいですね、瞬間今のいいですね、ここから左右分かれていきます、近い近い、このまま2人で完投、このまま2人で完投、2トライ目、カモンカモン、おー、うわー、絶妙だ、はい、絶妙です、絶妙ですね、はい、僕作ったんで、あれセッターさん、セッターさんの意見も聞けるんですね、はい、絶妙になってますよ、短しいやつですね、さあ残りが時間2分20秒、まあまだ全然、そうですね、余裕がありますね、まあとりあえず7個下のパートをちょっともうちょい見たいですね、そうですね、あ、でももうアドバイスしてますからね、うん、すごい、レストしながらアドバイス、ちょっとその見守るっていう感じですね、そうそうそう、大丈夫、俺次で登るから、伝えたことができているかちょっとだけ見守りつつ、今心も入っていきます、さあ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 、頑張れ頑張れ、心3回連続ここすごいな、マジ、さあさあどうする、来い、おー、うわー、さすが、変えてきましたね、変えてきましたね、いいですね、いや、なんでしょうね、これね、もう次行くぞみたいな、さすがですね、あ、まさか心も見しちゃう、見しちゃう、まだ1分
これ見せるのも結構緊張感あります。見せてだってできなかった落ちたらおいってなるからね。はい、あー惜しい。さあさあ1分、あ来た心先生、心先生登場です。心先生落ちられないですよ。いや大会ならではの光景です。しっかりお手本見せてください。おーやっ、はい、おお、これはね、これはいいよ。これはね、あれ今のはやめた、降りた、降りたよね。今のはでもいいお手本です。やっぱり、うん、やっぱり心のこのなんだろう、お手本はね優しい、言うこと聞かない子かな。まあ、でもね、リーチはやっぱね、多少違う。でも、ある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 、近づいてるよ。まあ、今んとこ、やっぱりあの男子が女子を教えてるんでね。そうですね。これ逆になってくると、ちょっとしんどくなってくるんで。まだ見てないですね。まだ見てない。まだその絵は見てない。はい、教わる男子はまだ見てないですね。はいはい、やっぱこの絵、ね、はありますよね。ありますね。おー、悪いですね、悪いですね。いやー、素晴らしい挑戦でした。ちょっと1課題目とはだいぶタイプも変わって。本当ですね。さあ、いいバトルです、決勝。うん、2課題目。2チーム目、こちらです。ドヒケーター、森愛。これも見ものですね。いや先ほどね、左、はい、カウント、はい、いましたからね、はい。ちょっと見直してくれたんじゃないかなと思います。ドヒケのこと、いやかっこよかったです。ドヒケのことちょっとドヒケステップ良かったですよね。ドヒケステップ良かったよ。さあ、見返しない頭の良さね、はい、躊躇せずに入っていきます。さあ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 、ここら辺やっぱり、おお、ちょっとねパッツンだけれども、みんな下のパッド上手いな男子。うまそうだな。おお、最初からですか。最初からですね。素晴らしい。お、そして来ましたね。来てます、来てます。うまい。さあ、愛ちゃん来てますよ。ちょっと。わー、悪そう。はい。頑張れ、頑張れ。あー、惜しい。惜しい。いいですね。これまだ時間も早速アドバイス入ります。あ、笑顔がこぼれた。本日初の、本日初のドヒケアドバイス。はい、お手本見せてよっていう感じ。お手本、そう、お手本見せないと。でもお手本見せてね、ちょっと愛ちゃんもしかしたらイラってしちゃうかもしれない。私がやろうとしてたのに。うまいな。うまいよね、こういうとこ本当うまいよね。ハマってますね。はい、ハマってます。サザエさんになってます。思い切って。でもいいとこ持ってるよ、ね。いいよいいよ。これある気がするな。お、頑張れ頑張れ。はい、はい、来ました。来ましたね。これはあるんじゃないですか。あ、見せてくれるのか。さあさあ、頑張れ頑張れ。近づいてる。来た来た。最後結構距離あるよ。最後しっかり頑張れ頑張れ。頑張れ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 。さあ、これみんなもう大注目。ちゃんと距離伸びてきてる。おお、見せてくれますね。さすが。まあ、これもう引き分けですね。まだね、はい、まだ引き分け。これチーム内の、これもチーム内では引き分けですね。他チームと、アイちゃんは今多分ドイケイともちょっと戦ってると思うんで。なんだよ、決勝ラウンド強いじゃねえか。やっぱね、気持ち切り替えてきましたね。先輩やりますねみたいな感じなんで、ね、いや素晴らしいですね。予選にドイケイタ森愛が第2課題でも見せました。いや、2人で4冠と。そうですよ、稼ぐね。いや来てますね。さあどうでしょうか。ナルサイトムは太田梨沙です。もうね、これはね、太田梨沙も早速始めます。でもこれ結構、なんて言うんだろう、うん、ハマる気がする。そう、瞬発的な感じじゃないんで、うん、こうじわ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 こうちょっとずつちょっとずつ進んでいく感じなんでね。
ありそうな気がするけど。そしてトモアもスタート。みんなうまいな。トモア今2点、4点ミスかな。お、うまい。お、お、お、惜しい。はい、さあ、さあ、どのムーブで、どのムーブで、はい、はい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 、来ました、来ました、近づいてきました、来ました、来ました、はいはいはい、はい、おそそしてますね、ちょっと。さあ、あと2分40秒全然あるよ。通過のこのトモ&リサですが、この後挑戦するチームはないわけで、ですよね。そうです、そうです、もちろん。とはもう少しこうムーブに関しては話しても、まあ問題はないわけですよね。問題ないです、問題ないです。はい、トモはでもあれだよね、昔よりこう待ち時間長くなってる。ね、大人になりましたね。なるだろ、そりゃそれはなるだろ。おでもね、こういう時のトモはね、まだちょっと迷ってると思うんですよね。まあ、そうです ね、この課題結構、ね、うん、シンプルに見えて、そうそう、シンプルに見えて結構シークエンスありますからね。シークエンスがやっぱ大きいホールドってこう手数、その1個だけど手数的にはこう実は深かったりするから。おー、良さそうですね。え、おーっと、これ意外と、意外だね、意外ですね。そこが遠い。はい、リサ頑張れ、リサ頑張れ、頑張れ、頑張れ。あー、惜しい。いや、ゾーンまで近づきたい。まだね、時間はありますからね。1分半、はい、まだ全然あります。いかない目、1分20秒。教えないとね、早く教える時間なくなっちゃう。教える時間なくなっちゃう、はい、男の子なんだ。ジェントルに行かないと。さあ、そろそろ次で落ちると一気に、そうですね、もう1分切ってきたんでね、焦り込みになってくるんで、はい、まあ下もね、ポカミスしないように行かないといけないし、まあ、でも安定してますね。さあ、決めるか、最後。はい、決めました。正直で見事決めましたね。いいですね、トモア。そしてすぐにサポート入ります。トモア、あと2トライ縮められたよ。オンサイト、まあ、一撃できたよってことですね。でもこういうの教えるのうまいと思うな。結構こうなんかのポジションとか、ね、20分しかないの。さあ、でもゾーン、ゾーン、ゾーンだけでも、ゾーンだけでも、ゾーンだけでも15秒になった。さあ、つらい。行くのか、それとも、さあ、でもこれ混戦ですね。混戦してますね。これ混戦ですね。トライ数によって順位がね、この動きそうですね。はい、男子は全員登ったけど結構リザルト、あ、アテンプトが結構変わってきてるんじゃないかな。はい、そうですね。小池が一番、はい、まあ、2課題目をね、うん、早かったんでね、だったですね。そうですね。さあ、さあ、さあ、3課題目です。藤井心と倉奈々子。あ、でもほら、磨いてあげるもん。女子を最初に磨いてあげるこの心のこの優しさ、ちょっとイメージ戦略かもしれないですけどね、これはね。ちょっとでも男子はね、もうほんとめちゃ悪です。チャワルです。いや、もうしっかりね、アテンプトではないところでね、リザルト。いや、本当に本当に、さっきちょっと決勝の前お話伺ったら、心氏はもうくじ引き7個狙いだった。いいさ、いいよね、ここそういうとこ。じゃあもう運命、運命の感じで、もう作戦通りですよ。はい、さあ、ここ、このムーブ見ものです。これは、はい、はい、おお、あ、でもいい、いい、いいよ、いい感触なんじゃないかな。またかっこいい課題来ましたね。これちょっとね、新しいエッセンス入ってるかな。女の子をね、蹴っ飛ばさないように、はい、はいはい、ちゃんとスイングしてもらって。そうですね。
そういうことですね。近いからね。はい。でも7個もこれは結構好き系だとは思うんで。またパワフルです、ね。パワフルですね。ここはもうパワフルですね。このねフラットのジャグに見えてね結構、うんうん、なんていうんだろう、スローピーなんですよね。ちょっとなだれてて。さあ。わあ、でも本当に惜しい、本当に惜しい、マジで見たい、見たいですね、見たい、心のこれが見たい、いけますよ。女子も7個の底が見たい、そこね、はい、いやーこれ止めたらね湧きますよね。そうなんです、見してください。来たか、おーし、よし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 、ほぼですよ、ほぼ、あと1分45秒ほぼ掴み切っていたという。さあ感覚は結構近くなってきてるんじゃないかと、フィーリング的には来るか、来た、惜しい、惜しいな、今だいぶ近づいてますね。おっ、こっちもこっちで飛べ、あー、悪い、いや悪いな、ちょっと悪いですね、パワフルですね。女子3回目、私パッと見たとき、あ、男子かなと思いましたまあ結構距離もあるしね、まあ、そうですね、あと足がね少なかったので、確かに男子かなと思いましたね。これ結構好きな課題でした。1分です、かっこいい、うん、さあさあ来るか、スイングからの、ほい、うわ、よし、あとほんと持ち面にだけ、持ち面にあとちょっとだけ、めちゃめちゃ近づいてる、もう本当に指ぐらいの距離ですね、あとね、来い、止めろ、あー、こちらも悪いですね、こっちもね、悪いですね、マジで悪いな。さあそろそろ、お、お、いい、お、あー、壊せない、止めてほしい、惜しい、いけいけ、15秒、いや、みんなでもゾーンもう目の前だからね。お、いい、シンクロ、ちょっと止めろ、ほいほい、わ、最後惜しかった、心7個ペアでした。いやこれは見たいですね、これは見たいですね、次のペア見せてくれるんでしょうか。予選3位の心と7個の3課題目、惜しかった、しかし盛り上がりましたね。いや決勝締まってますね、締まってますよ、もちろん。さあ登場がドヒケータ森井愛です、大注目ですね、ここ、はい、そうですね、まあだって揃えてきてるんで、今までこれ引き分けなんで、ない、そうですね、はい、はい、今のところね、2対2なんでね、2人の戦いが引き分けになってしまうんで、チーム内バトルにも注目、はい、愛ちゃんも届いてるよ、ここね、うまそうだけどね、うまそう、うん、最近うまそうだけどね、ここね、お、はあ、なんと、うわお、これは、わお、ほー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 、これはすごい、森愛はどうだ、惜しい、でもね、愛ちゃん飛べば飛ぶほど遠くに飛んでくるから、これは期待できますね、これ期待ですね、逆に愛ちゃんもこれを来い、あの距離はちょっと足りなくても、あの必殺、そうですね、もう世界一、ね、はい、愛神様の指があるんで、世界一の指がありますから、はい、決勝のドヒケ冴えてますね、冴えてるよ、ちょっとこれ、てますね、そういう感じ、予選ちょっとダメなとこあるんだよねって見せてからの頼りになるとこ見せるっていう、そうですね、決勝のドヒケ輝いてますよ、ドヒケこれ決めたらだよ、これ決めたらこれ決めたらかっこいい、いや先ほども十分にかっこよかったんですよね、いやでもやっぱね、クレバーな、揃えて、クレバーな、3つ揃えて、おう、おう、頑張れ、おう、あわいやだからね、この課題はやっぱあの合わせるものが多すぎるんですよね、
やっぱ普通だったらこう手だけあったりとか、そんな感じで止まるんですけど、そうか、いや複合的な難しさありますね、はい、あと2分、素晴らしいルートセッターなんですね。変えてくるんでしょうか。変えてもいける可能性はある、それともう一回やるべきだ。今結構微妙なラインだと思うんですよね、はい、時間的にもそうですよね。変えるべきなのか。あ、はい、じゃあ頑張って。さっきリード登ってるときコッペパンって聞こえたって言ってた。聞こえてんだ。余裕がある。予選のリードのときはこのね、あのウォールには出してませんよ、はい、勝さんの地声が聞こえてた、はい、あれ確かに。さっさっさっさ、あと1分ですよ、間もなく。まあでもね、これのジャンプを克服して登ってきたらもう会場は見てる皆さんも、そうです ね、 はい、もう文句なしのね、文句ないよ。そして1分切れま す、 す、ね、どうするのよ。残り1分切りました。これ集中ですよ、土井圭集中ですよ。これいや、変えますか。あの持ち方すごいけど、おー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 、来るか。あー、うわー絶妙に、取れてるのに絶妙に。サイちゃんも頑張れ、止めてくれ。ちょっとだけ足りない、惜しい。30秒切りました。さあお願いします。見たい。ラスト、おお、ここで、ここで変えてきましたね。こっち見、あーし、10秒。でもでも最後までいきますよ、アイ様は最後まで行きますよ。ラストチャンスに勝てる。頑張れ。あー悪いですね。これは悪い。ここでタイムアップです。ドミケーター森愛でした。大きな拍手。ということでまた分からなくなってきますよ、はい、これは。そうですね、はい、大逆転の可能性ありますね。ありますあります。これはありです。最後に登場、第3課題に挑戦するのが予選1位通過、うん、このチーム、この2人のみとなります。登場は奈良沙友愛、そして太田梨沙。単純にやっぱ見たいですからね。いや、関東見たいですよ、はい、登れる課題だということをね、結構集中してますね、今ね、はい、証明してもらわないとですよね、はい、まあまあ、なんか片鱗はね、もう見えてるからね。そうですね、うん、お身長的にもというのがありますが、これ、いいんじゃないかな。いいんじゃない、うん、まだいろいろありますね、これは。友愛がね、終わらせてね、教えたらもうあるんじゃない。まあでもこれスタイル的にはそうですね。どうなんですか。どうですか。これ得意な課題だと思うので、そうだよね、しっかりね、見たいですよね、はい。おい、おまだちょっとね、うんうん、お迷いながらも、そうですね、はい、交代後にトライしているようにも見えますが、 おすごい、あー、惜しい。いやでも近い近い近い。さあこれはもう単純にこの2人の、おリサがアドバイス。いや今トモアが求めたんでしょうかね。これどう思う、どう思う、どういう状況ってありますか。どうでしょうね。一瞬答えて、大谷さんまたまた自分の課題に戻ります。だね、チームの作戦もね、そうですね、面白いところですよね、これ。決めてほしいですね、これは。ストップしたところ一気に動き出すから。ちょっとまだ合ってなさそうな気がするけれども、うん、ということであと2分ですね。お、うわ、惜しい。いや惜しい惜しい惜しい。まあ、2分ある、半分、まだ半分時間あります。4分中2分経過。いやー見たいですねこれ。玉川さん、その顔はどういう表情ですか。で今のは決めてください。英雄ウォールホームですから。最後、はい、見たいですね、はい、関東ね、はい、
他の2チームはまだこの第3課題男女ともに関東出ていない。うわ惜しい惜しい来たか、うん、ちょっと感触これは見れるんじゃないか。1分20秒です。あと、いやちょっとこれ緊張してきた。みんながね、うん、返さないでくださいよ。緊張してきたよ。トマが行く前にリサが行きます。おー来た来た来た、ここ頑張れ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 、大逆転、耐えろ耐えろ、おーい、おっとまさかの、おっと頑張れ頑張れってか。さあどうだ、うおしい、あれ一番意外な見せどころ作る。さあ見せどころください。コアが出てくる、1分切ってください。40秒、見せ場ください。痛い。お願いします。配信ご覧の皆さんも、パブリックビューご覧の皆さんも、ちょっとまだあるよ、まだあるよ。もう見たい。単純に見たい。もう一回挑戦。さあ、どちらを見るべきか。両方捉えてください。両方捉えたまま。さあ、リサも行け。トモアも、さあ、どうだ、来たー、残り10秒。おーい、おい、取った、ゾーマ取った、おい、カモン、ちょっと雑だったおい、いや、しかし、大きな拍手を送りたい。トモアのリサでした。プッシュでしたね、今のは最後。いや、ゾーンは取りましたよね、今の。取りましたね。でも、ドヒケイもゾーン止めてますよね。これか、あ、いや、いや、ゾイケイ止まってないじゃない。だったそこはジャッジに任せましょうか。流れてるから、そうですね。あ、ゾヒケは止めてないのか、はい、ということで、まずは、まずはこのボルダリングの参加台が終わっちゃったということですよ。いや、もっと見たいな。いや、なんかちょっと物足りないですね。ね、ほんと。なんで4チーム、3チームに予選の後からずっともう言われてるんですただもちろんこの後リードもありますので、はいはい、一旦ボルダリングを振り返りつつ、はい、リザルトの確定を待ちましょうかね。まあ、決勝らしい本当にセットでしたね。そうですね、やっぱり予選よりは明らかにこう難しく、いや難しかった、なってるんで、うんうん、そこが、まあ、一つポイントでもありましたけど、うん、まあ、でもかなり惜しいトライもしてたので、まあ、見たかったなっていうのがね、印象ですよね。いやそして各チームのなんだかこのチームワークというか息の合い方っていうのもこの決勝に向けてだいぶ変わってきましたよね。そうですね、決勝だいぶ息合ってましたね。ね、ね、チーム感増してましたね。サポートし合うそんな姿がありました、はい、さあ結果どうなるんでしょうか。まあ、単純に関東数だけでいくとというね、そうですね、ところもありますけど、まあ、そうですね、ただね、順位のね掛け算なんでね、はい、そこはね、もうこんがらがってますよ、頭、はい、そうなんですよ。で、またリードで変わると、はい、で、リードはリードのその決勝の課題がね、今、我々の目の前に完成しているわけで、はい、でこの後一旦少しだけこの結果発表の後ブレイクを取って、リード決勝もご覧いただきますが、さあ、ボルダリングのこの決勝のリザルトを待ちましょう。そうですね、あ、しかし、面白いこの競技方法を考えましたね、秋尾さんもね。いや、なんか結構その本当にもう想像でしかなかったんですけど、はい、めちゃめちゃ面白いですね、これ。そうですね、めちゃめちゃ面白いですね。めちゃめちゃ面白いですよね。ゲーム感強く、うん、選手たち集まってきましたよ。あ、やっぱり第三課題がもうどうしてもこう、はい、やりたい、らしいと、はい、やりたい。一応ね、見てる皆さんに伝えておくと、はい、惜しくも決勝に進めなかった選手たちは、みんなただただトレーニングしてたので、ずっと、うん、あ、中でですか、中でアップオールの方、みんな中でねトレーニングしてたから、もう合宿ですね。本当そうですね、はい、リザルト届きました。そのゾーンとトライ数と出てまして、下が結果になります。ドヒケの3のゾーンが入ってますね。どうだったんだ、ちょっと確認しましょうか。現状暫定でトップが 1×1 で1ポイントの土肥啓太と森愛ですね。そして6ポイントで2位で堀津になってますよ。おお、そうですね、
3位と2位、2位と3位というそれぞれかけると6ポイントずつです。トモ&リサ、トモ&リサが、まあ、同率、心&ナナコですね。ただ今ちょっとリザルトチェック中ですか。このあとリードは何分後にスタートできるんでしょうね。うん、そうですね、予定では4時でしたの20分ぐらいのブレイクの後だったのでどうでしょうか。順調にいけば4時40分頃からリードの決勝をお届けできるかと思います。今ご覧いただいているリザルトは暫定ということで、改めてリードの決勝スタート前に、順位を確認してからを再度確認を取ってこのリザルトほぼ確ということになりました。カズさん、はい、まあ、結果ドヒケイダと森愛が現在1位で、いや、はい、これ硬いですね。これは逆転できるのかな。リードに入っていきますよ。ゾーンがやっぱ最後 ね頑張った甲斐があったっていう、最後ね、またね関東出てればねちょっと展開変わってきてたと思うんですけど、さあ、まあリード何があるか分からないですから。そうですね。さあこの結果をもってこの後リードの決勝ももちろん配信ございますので一旦ブレイクとさせていただきます。引き続きこのチャンネルでお、はい、あの楽しんでください。少しだけお待ちください。この後リードの決勝をお届けします。
部いよいよリードの決勝が始まります。萩尾さん、そして勝さん、はい、よろしくお願いします。会場の皆さんもよろしくお願いします。そしてパブリックビューイング会場の皆さんも盛り上がってますか、楽しんでますか、どうですか。そしてとんでもない課題の今ライティングからスタートしましたけども、すごい課題が出来上がってますね。かっこよかったですね。ねえねえ、その演出もそうなんですけども、すごい課題。最初に挑戦するのがこの2人、藤井心、倉奈々子。あっという間ですね、今日もうあと3人ずつしか見れないんですよ。そんなに急がなくていいですよって言いたくなるぐらい本当です、ね、ゆっくりと始めてもらいたいんですが、さあどうなるか。まあ、順位は現在同率2位2チームで、単独1位が1ポイントの土肥啓太と森愛という状況になっています。ですので最初に登場してきましたこの2人は逆転なるのかというところですよね、はい、いやまだまだ分かりませんからね。そうですね、同時に始めましたよ。さあ6分です。悪さがにじみ出てますからこれどちらも、もちろんどちらも決勝だからどちらも、悪さがにじみ出てますから、ね、ただこのファイナリストに向けての課題ですから、そうですよ、もうこれはもう世界に向けての課題ですよね、はい、世界最高峰の頑張れ頑張れ、はい、わいきなり悪そうですね、その課題があると。おーおー、状況変わる。7個そこちゃんと止めてきますが、先ほどはね、うん、最後に出てきてしっかり完投してくれましたから ね、うん、ね、心選手。あとね、予選の時よりもやっぱりあのボルダーやってからの感覚が、そうですね、今日も近いですか、20分ぐらいですね、はい、コンバインド2ラウンドこの短時間でなんでね、相当もう疲労も溜まってきていると思います。予選終わった時にどれぐらいの張り具合かという話をしましたけども、最初は冗談で返していたさんも本当のところはもうパンパンだと、はい、そうですね、またね、ボルダーもハードだったので、頑張れ頑張れ。あ、いいですね、まあ、今3分の1ぐらい、ね、そうですね、ここまでどうですか勝さん。いや、まあ、まだまだもちろん、はい、うん、いい滑りだし、アプローチとまではいかないですけど、アプローチレベルですか、はい、女子結構距離もあって悪そうです ね、ヒヤッとしたよね、はい、ういういうい。さあ配信画面は2人を捉えています。まだ頑張れ頑張れ。会場の我々の下のワイプ3人とも上を見上げるような状況になってますけども、あの目の前でもいいんですけど、これはこれの絵でね、ついついでもやっぱこの絵はね、見たかった絵なんでね、はい、そうですよ、これこの同じ今高さにカメラがあるというわけですから、今回心はなんか今日、うん、現場処理結構なんか冴えてるというか、あ、そうですか、本当に何だろう、リスクもパワーのロスも少なく登れてるイメージありますね。ここで一息、今半分ぐらいですかね。そうですね、まだ半分です、ね、なんですが、難易度的には勝さん、この後のこの、いや、まあもちろんやっぱりあの上のパートはどん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 疲労も蓄積してきますし、どうするんですかというような。さあ、まあでもいいとこでね、一息を置いて、はい、ここからいよいよ、さあ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 、ナナコも頑張れ、ナナコも頑張れ、ね、頑張れ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 、ナナコちゃん頑張れ、惜しい。さあここはもう、あとは心、大きな拍手が起きています。配信ご覧の皆さんもありがとうございます。頑張ってもらいましょう、はい、兄さんですか、兄さん、兄貴、お兄が頑張るしかないもん。さあこの動きを見てください、このムーブ、本当に滑らか、本当にね、今日、うん、ずっとなんかこうぬる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 動く、いいことですよ。そうですね、ギクシャクしていないという、はい、スム、本当にスムーズなんですよね。お、いいですね、冴えてる冴えてる、頑張れ頑張れ、なんだろう、よどみがないという、もちろん頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ、うわー、どっちだー、いやー、やっぱりね、うん、とはいえここまで素晴らしいパフォーマンスを奇跡はしてたと思うんですけど、はい、見せてくれました。いや、なんかもっといけそうなね、そうです ね、 うでね、もうまだまだ余裕があるかなと感じましたけども、大きな拍手お願いします。
藤井心、奥田七子ペアでした。いや決勝悪いですね。悪いですね。しっかり順位つけてきますね。一発弱点なるかという2位同率のこの2人だったんですが、はい、リプレイです。ボルダーのね、何気やっぱり疲労も我々のリプレイですかこれ違う違う違う、ここですね、ここですね。ちょっとねリズム一回崩れましたね、そうですね、クリップしようとして、はい、ライブ映像ですね、こちら持ってきました、はい、さあ次もその6ポイントで2位につけているとも、あとリさんがどうでしょうか。次は順番的に、順番的には現在1位がそのオーダー変わらずですね、はい、先ほどと同じ順番で出てきます。1ポイント、1位と1位で1位のこの2人です。ドイケーター森愛です。はい、さあこれでもう逃げ切れるかと。そうですね、決めておきたいですよね、うん、そして勝さんは再三このチーム内のね、そうですね、今引き分けなんで、どれだけやったかどれだけチームに貢献したか、はい、どれだけ決勝ラウンド今引き分けなんで、チームの貢献度で言うと、うん、ちゃんと1例入ってからドキテーター入っていきます。一、ね、人目の選手の雰囲気からね、決勝かなり難しいっていうことはね分かっていると思うので、一例する相手隣の人だったと思うんだよな、多分私たちではない、私たちではない、あの隣に、いやもうみんなに神様いるからみんなにと、うん、女子ここから遠い、ここね一気に怖いですよね、ちょっとヒリッとさせてくるけど、おおちょっと緊張したよね、緊張しますね、ちょっとヒヤッとしますね、マジでヒヤッとする、その行って行ってがやっぱりこのリードって重みがあるというかね、そうですね、やっぱ体投げ出す動きしちゃうと本当にもうなんて言うんだろう、リカバリーできないんで、うん、そこで全てが終わる可能性があるんで、そうですよね、やっぱ独特の緊張感がね、さっきそういえば俺あのコッペパントークでだいぶあのコメント、はい、盛り上がったから、はい、もう一個あのさらに出してくださいますか、はい、アイちゃんは、うん、セカオワの大ファンです。いやもう知ってますよ、アイちゃん、ライブにもね足げっか寄ってますからね。だからね、なんだ、はい、これ合わせてあげたいですけどね。そうですね。いつかなんかそういう、ね、あのアキオズドリームで、アキオズドリームの勝ってドリーム叶うって、確かにそれなんで、そういう、それも面白いですね。はい、あなたの夢をあなたのドリーム叶えます。予算関係なくですかそれは。予算セカオワに会いたい。事前にエントリー用紙にそれを書いてもらえれば、それいいよ。その夢だったら叶えられる夢は OK で、叶えられないくらい大きな夢を持ちの方もいっぱいいるのでね。いやいやでもその夢いいよね。私に叶えられるレベルであれば。叶えられるでしょう。頑張れ頑張れ。さあいいとこ来てます。いや女子悪いな、ここからやっぱね予選のルートとは登るリズムもだいぶ変わってきてるし、ね、さあドイケ頑張、ドイケボルダーでね、いやマジで1位かっこよかったよ、はい、チームに貢献しています、リードも見せていただきたい、はい、いやでもリードもいけるよいけるよ、頑張れ頑張れ、だいぶ近づいてきますね、ここから2人が、そうですね、はい、そういう意図で、そうですセットされてるわけですね、はい、もちろんです、ここはね、このポイントですね、この映像、左が頑張れ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 盛り上げが近づいてきています、これです、こんにちは、イチャイチャポイントですね、完全にまたね、予選よりもね、さらに距離が近いですよね、さらに内側にラインを引いてくれています、はい、頑張れ頑張れ、ドイケ頑張、いやでもドイケいいね、うん、頑張れ頑張れ、落ち着いて落ち着いて、時間ちゃんと見えるかな、そうですね、この配信にもこの時間を、はい、ワイプで見せているんですが、若干上に抜けましたんでね、見せます、これ選手用です、はい、選手にちょっと出させてもらいます、はい、ドイケももういい位置、そうですね、男女ともにかなりいいところまで、頑張れ頑張れ、近いですね、ここ。ここだいぶ近いですね。本当ですね。登るペースもね、はい、結構。ドイケ頑張
互いの1枚が、まだまだまだ、あの1手遠いですね。1回が聞こえるか否かというそんな話をしたところ、惜しかったと引けた。決勝ラウンドしっかりと、そうですね、しっかり強さ見せてくれましたね、見せてくれました、見せ場作りました。あとチームメイト、この森愛に託す、はい、見上げる。結構愛ちゃんが悪そうにしていますね。してますね、やっぱり予選とは打って変わって難しい内容の決勝になってます、うん、ここ見せ場ですからね。おお、うわー、おおちょっとヒヤヒヤした、見せてくれますね。下から見てるともうここはね、結構大事なとこじゃないですか、うん、あれだけ振られてもこうね、ぶれないっていう、うん、素晴らしいですね、本当に。でもあっという間に、おお、そしてもう3分の1ですね、あとね、はい、この上にさらにあるんですが、この今のライブ配信映像のその角度からしますと、そうですね、あと5メーターぐらいですかね。ちょっと上からの映像も見られると多分だいぶ、はい、あ、いいですね、めちゃめちゃいい、見たいところ、めちゃめちゃいい、そのままそのまま上にこれだけもうちょっと続いていったよ。さあ、あとなんてだ、頑張れ頑張れ、アイちゃん頑張、頑張、ここどう、ティックマークからめちゃめちゃ外れてたけど止まる、すごい、この書き込みもすごい、いやワールドカップの決勝見せてもらってますね、これ、いや間違いないですね、ありがとうございます、本当もう感謝です、はい、うわこの決勝気合入ってるな、課題、ね、課題もそうです、森愛のこのスキルもそうです、強さもそうです、まあでも、ね、はい、まさかそれに応えてくる、ね、てくるいますから、頑張れ頑張れ頑張れ、いい、来ましたー、もうセッターも踊るも、はい、うわお、来ました、落ち力、頑張れ頑張れ、決めてくれ、さあ時間がどうなんだ、カツさん、あと、あ、やばい、いや、しかし、4、3、2、1、いやでももうこれは最後までね、行きましょう、はい、うわやば、ここはもうジャッジに任せるとして、我々タイマー的にはね、そうですね、見てなかったことにしたいという感じなんですが、はい、いやいやいや、素晴らしいリプレイです。これはもうあの土井家にお迎えしていただきましょう、神様をお迎え、ね、チームメイトをお迎えしていただいて、あいちゃん刺さってるよ、あいちゃん刺さってるよ、笑顔です、いや素晴らしい登りを見せました、パフォーマンス盛り合いです、しびれる課題にしびれる、このまま登場です、あつさんもうまいな、このカメラについてくる、あいちゃんおめでとう、ありがとうございます、もう間違いないでしょうね、わかりませんけどもね、いや素晴らしいですよ、最後にて、うん、一手前くらいかな、見えてなかった時計はね、あでも惜しかったね、いやいや素晴らしかった、本当にすごい、本当にすごいですよ、うん、まあ後で時間内に登るっていう多分あの宿題もできてしまって、そういう感じるわけですね、味わえますからね、美味しい、いやいやいや、大きな拍手お願いします、チームがチームが雪解けしたって、森愛許してもらいましたね、今ね、あ、はい、そうなんですね、今互いによくやったよという、はい、そんな雰囲気でした、いや見せてくれます ね、マジでからのってなるとやっぱね、男子の見たいですね、はい、男子もね、はい、もうここは言っていいでしょう、男子、はい、最後に登場、奈良崎智亜と、そして太田梨沙です、登場待ちましょう、最後のチームですか、うん、名残惜しい、名残惜しいよね、で出てきました、大きな拍手お願いします、さあいや多分ね、あのホームすぎるよね、はい、もうちょっと気合い入れてもらって、そうだよね、はい、いや表情的にはかなり気合い入っているかと感じましたが、どうでしょう、
これはもう本当にただただ一つの大きなお仕事をしていただいて、最後しっかり締めくくってもらいましょう、はい、秋尾ズドリーム、はい、秋尾ズドリーム、本当そうですね、はい、その夢を託します、その思いを託します、二人に託します。予選1位通過のこのリサ&トモア、まあ本当ね、こう慎重にいくパートも大事だし、でもやっぱり慎重すぎる体力も、そうですね、はい、難しい競技ですよ本当にね、うん、予選よりねもうぐんと難しくなってる、あの決勝ね、まあね、あれも予選もなかなか難しそうだったんですけど、ね、いやそうなんですよ、もう予想以上の選手のね、はい、いやパフォーマンスに頑張れ頑張れリサ、頑張れ頑張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 れ頑張れ、おおーい、緊張感ちょっとそっちもおーおーじゃないよ、おーおーじゃないよ、顔しっかりお願いしますよ、本当に、おーおーじゃないんですよ見せてくれますね、はい、男女ともに、はい、株から見せますね、いや悪いですねこの決勝、さあもうあれ同時に登ったとは思えないぐらいの今差がついてるんで、そうですね、うん、いやでもやっぱね傾斜を知っていてこう距離も分かるんで、頑張れ頑張れ、まあ、リサも持久力はもうそうですね、もうリサも本当に鬼のようにあるから、はい、もうねリズムをね6分間しっかり使ってもらってね、もうちゃんと予選のねようないいパフォーマンス見せてほしいですね、はい、もうまだまだ大丈夫ですよ、頑張れ頑張れリサ、頑張れ頑張れ頑張れ、しっかりしっかり、いいですね、頑張れ頑張れリサ、頑張れ、あっという間にこっからですよね、こっからこっから、おありますね、見たいですねこれは、見たい見たい、期待しちゃいますよ、期待してるよ、あるあるある、頑張れ頑張れ、あーさあもう壁にあなたしかいない、大谷さん、秋尾ズドリーム、秋尾ズドリーム、秋尾ズドリーム、最後ってもらいましょう、そしてうわあ悪い、あ時間はまだ3分10秒残っています、一気に攻めていきました、拍手迎えてください、はい、いや見たかった、いや男女ともに悪いですねこれ、いやかなりスピーディーに、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、じゃあこのまま、いらっしゃいませ、どうぞどうぞ、はい、はい、こちらにじゃあいらっしゃいませ、そうです、今リプレイ出てます、この瞬間でした、はい、ちょっと止めていただいて、はい、あ思っていたよりも右ですね、思ったより張ってた、右の一手、あら予想以上に難しかった、もうちょい行きたかったね、行きたかった、行けるというね、はい、そういう勢いがありました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、以上で決勝終了、トモ&リサのこのリードの時間終了です、山田は3分ちょいあったというところで、そうですね、もうちょっとあそこで出てね、じわっとこうね貯めていただいてもと、いやーただね、本当、本当素晴らしかったですね、素晴らしいパフォーマンス見せていただきました、まあ、そしてこの課題ですよ、この決勝にねふさわしいと言いますか、はい、まあ、あの本日のね YouTube では、あのはい、愛ちゃん男子にチャレンジっていう、おー別企画で撮りますか、はい、はい、予選から、はい、予選決勝、はいそれはタミークライミングチャンネルでやってくれる、はい、そうですね、ますもうや本人はやってくれると思うんですけどね、ちょっと男子選手がねちょっとやめてくれって、ねね、声があるかもしれないです ね男子からの確かに、はい、ちょっとそれは流さないでくれ、はい、
ちょっと心が持たない可能性で、はい、そうですね、見たくない、あるあるある、はい、ある、そんなボーナストラックも期待しつつ、この後最終結果が届いてきます。さあ改めてね、ジャッジの判断も踏まえて、はい、そしてボルダーとのこのリードとの合計順位ですから、掛け算ですからね、はい、一体どうなのか、賞金の行方はというところなんですが、はい、いやこの夢のようなこの豪華キャストで行っていきました秋尾ズドリームも、はい、いよいよ競技としては終了しました。いやもう一瞬でしたね。一瞬ですか。夢って一瞬なんですね。準備はこんな、いろいろなんですよ、俺今日でもう龍ヶ崎4日目なんで、はい、はい、割と長い夢なるほど、はい、私にとってはね、はい、もう今日何してたかわからないくらい、ね、今日は早いね、わちゃわちゃしてましたね。あそうですか。今日までは夢見るほどぐっすり寝てないからね。そうなんですよ、はい、もうほぼ朝までね、夢見る時間もなかったですね、夢見る時間なかったね、寝不足です。でもまあ1回目、はい、ね、いや楽しい、このフォーマットやっぱいい。そうですね、多くの方にね、こうやってご覧いただいてね、もう参加してくれた選手の皆さんがね、もう楽しかったとかね、うん、やっぱり見てくれた皆さんがね、面白かったなって思ってもらえたらもうね、それが全てだと思います。そうですね、はい、公式戦にはない本当に競技フォーマットで、はい、もう非常に見ている方もゲーム性があって、クライマーたち選手たちのなんかこう普段見ることができない、そうですね、そういった素顔とかね、うん、普段よりもちょっとフレンドリーで、そうですね、うん、身近にね選手を感じてもらえたのかなと思うんですが、シリアスな顔っていうのは、ね、見えますから、そうですね、オフィシャルの大会の時あるんで、うんうんうん、逆になんか楽しい中でもクライミングの魅力も伝えられつつ、そして選手のね一人一人のなんかキャラクターとかもね出していける、めっちゃ面白かったですけどね。そうですね、そうですね、ちょっと皆さんもね、YouTube の方にねコメントなりチャットなりでね感想をお願いします、はい、感想だったり、はい、いろいろね聞きたいですよね、ご意見、はい、このアキオズドリームは今回はそのトップ選手を集めての、はい、まあ、こういう形式のコンペでしたけど、はい、どうですか次の何かこうドリームは。いやでもやっぱりもう本当にアキオズドリームね、うん、もうレガシーとしてねやっぱり毎年開催していきたいですよね。来ましたか皆さん、はい、このトップ選手もそうなんですけども、それどうでそのファン層といいますかエントリー層といいますか今日も体験会をね、はい、まあはい、もちろんそれもそのアキオズドリーム今日のイベントの中で、そうですね、はい、うん、じゃあもうあれじゃない、アキオズドリームそのファンバージョンみたいな男女ペアのを、例えばじゃあ荻窪でうちらがやって、確かにでそのプロアスリートバージョンをまたやるみたいな、こちらでやってみたいな、なんかそういうのも面白いかもしれないですね。そうですね、やっぱりね今年ってそのオリンピックの年でもなければオリンピックの選考の年でもない、すごく貴重なこういったイベントできる1年だったと思っていて、でやっぱり私の一発目のこの主催の大会っていうこともあって、どうしてもその、まあ、自分がやっぱりリスペクトするトップ選手を集めたいっていうところから実現したんですけど、ただねやっぱり来年はまたパリの選考があって、再来年パリがあってってね、選手もすごく忙しいので、はい、またこのフォーマットだったり大会をね他のそうですね、はい、方々にもそうですね、楽しんでもらいたいということで最終結果整いました。まずはこれはリードの結果でございます、はいはい、上がリードですね、そうですね、上で男女を当てて、で男女のトータルですね、という結果でリードに関していくと3ポイントで同率になりましたということですね、はい、1,3 トム&リサーアーペアと、はい、ドヒケータ森愛組が、はい、ポイント3ずつで、1位と際に心&奈々子となっています。これを踏まえた上で、はい、ボルダリングとの合算でのリザルトが、総合リザルトがこうなりました。いやもう、はい、もう計算 ね、はい、ねできていたかと思いますが、はい、トータルポイント3ポイントで素晴らしい結果、はい、ドヒケータと森愛が初代アキオズドリームのチャンピオンに、チャンピオンチームということになりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。この後表彰式を行いますが、改めてお一言ずついただいて、この解説ブースは終了ということにさせていただきたいんですが、勝さんからお願いします。いやでもなんかもう僕もねこの企画に携われて、まあ、本当楽しかったですし、楽しくなるなと思ってたんですけれども、やっぱ今日ね選手
来るまで見えない部分もあったし、でもやっぱなんか選手のなんか和気あいあいとした雰囲気だったりとか、見ていてくださってる方のね、あのコメントとかも見てても、まあ、やってよかったっていうのはもう間違いないし、なんかまた一つ新しいこのカルチャーがね盛り上がるきっかけになるものを、まあ、それをしかもそのあげちゃんがやってくれたっていうところが僕からしてもやっぱ嬉しいし、まあ、引き続き盛り上げていきましょうということで、はい、選手の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。宮沢勝明さんでした、はい、そして秋代さん、先ほどの話の流れで、はいはい、今後の話でございますけどもそうですね、今日の振り返りでございますが、はい、やっぱりこういった形でね開催、うん、させていただいて、やっぱり自分のねこの地元で、そうですね、練習してきたところに皆さんお呼びしてやっぱり大会をできたっていうこともすごい私の中でやっぱり大きなネクストステップだと思ってますし、はい、それに本当に、まあ、大会を盛り上げてくれた選手の皆さん、まあ、セッターの皆さん、関係者の皆さん、そしてこの大会のご協賛いただいたスポンサーの皆さん、本当に全ての方々の協力があってのこの大会だと思うので、はい、また来年さらに同じメンバーでパワーアップして帰ってこれたらなと思います。楽しみにしています、はい、ありがとうございます。いやもう本当に感謝感謝のもうもう怖い怖い怖い、なんでですか、これ怖いよ、いやいやいや、もうオーガナイザーの野口明夫さんでした、うん、どうもありがとうございま す, ございます。うるっと来ちゃいますよ。この後表彰式も皆さんにライブ配信ございますので、はい、どうぞ表彰式もご覧ください、はい、それでは表彰式準備が整うまでしばらくお待ちください。ありがとうございました。
お待たせしました。表彰式を行います。初開催のアキオズドリーム。それでは結果発表、第3位のチームから登壇いただきます。皆さん大きな拍手で迎えてください。第3位は藤井心倉七子チームです。第2位は奈良崎智和&大谷さんチームです。そして見事アキオズドリーム初代チャンピオンに輝いたのはドヒーケーター&森愛チーム、おめでとう。表彰台に登ってください。ドドンと、せーのでお願いいたします。おめでとうございます。それでは表彰です。はじめに牛乳石鹸共振者株式会社様より入浴剤など秋尾さんのお気に入りアイテムを含む牛乳石鹸商品詰め合わせが贈られます。よろしくお願いいたします。プレゼンターはもちろんこの大会オーガナイザーの野口秋尾さんです。たっぷりと詰め合わせがこの後送られます。ちょっと横向きになりつつでお願いいたします。はい、おめでとうございます。3チーム全員にこの牛乳石鹸商品詰め合わせ贈呈です。おめでとうございます。はい、それではお願いいたします。おめでとうございます。同じく牛乳石鹸商品の詰め合わせです。秋尾さんのお気に入りセットということですので、どんなものがこの詰め合わせの中に入っているのか楽しみでございます。おめでとうございます。まずはこの牛乳石鹸賞ということでプレゼンター入りのフォトを撮らせていただきます。おめでとうございます。早速今夜ね、冷えていますから入浴剤など使っていただければと思います。おめでとうございます。まず最初の賞がこの牛乳石鹸商品詰め合わせ贈呈でございました。続いてオリエンタルバイオ株式会社様より健康の基礎作りをサポートするマルチビタミン&ミネラルなどオリエンタルバイオ商品詰め合わせが贈られます。こちらもプレゼンターはオーガナイザーの秋尾さん、よろしくお願いいたします。今回ウォールの方もそうですし、このバックパネルもそうです。ライブ配信のずっとね、この画面を彩ってくださいました各スポンサーの皆様、協賛いただきました、企業の皆様のそれぞれの副賞がございます。おめでとうございます。最後取れなくてすいませんと今ドマさんがおっしゃってましたけど、おめでとうございます。同じくドヒケおめでとうということで、そうですね、先ほどの牛乳石鹸詰め合わせは女性クライマーに、そしてこちらオリエンタルバイオ商品詰め合わせはメンズの方に送られました。プレゼンター秋尾さんとのフォトセッションです。オリエンタルバイオ株式会社様より頂戴いたしましたオリエンタルバイオ商品詰め合わせ賞でした。おめでとうございます。続きまして協賛いただきました株式会社諸岡代表取締役社長諸岡正美様よりキャリアダンプのミニチュア50分の1が贈られます。おめでとうございます。かなり重量感ある、精巧に作られたこのキャリアダンプでございます。諸岡といえばキャリアダンプでございますよね。この建築機材で本当に諸岡さんね、はい、ありがとうございます、今回サポートいただきました代表の諸岡様とのフォトセッションでございます。ありがとうございます。いいショットいただきましたか。はい、諸岡様より頂戴いたしました。ありがとうございます。キャリアダンプミニチュア50分の1の贈呈でございました。続いて日本が誇る至高のガラスブランド鏡クリスタル株式会社様より今大会の特別仕様のトロフィー、そして優勝チームには特製グラスが贈られます。社長の望月秀俊様にプレゼンターを務めていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。すごいですよ。
入賞チームにまずはそうですね、それぞれ2つずつあるというトロフィーでございます。ガラスブランド、ガラス製ですから重量感も違いますし輝きも違いますよね、透明感も違います、もちろんのこと、はい、また公式戦とは違ったそのトロフィーの重みがあると思います。おめでとうございます。今回のためにデザイン、そして、はい、アキオズドリームのそのアキオちゃんのアイコンも入っているというね、すごいですね、すごいね、かわいい。そして優勝チーム、ノイケータ森愛選手には特製グラスも贈られます。おめでとうございます。あ、男女別に色別で用意いただいております、すごい、ありがとうございます。日本が誇る至高のガラスブランド鏡クリスタルショーでございました。それでは社長望月様入っていただいてのフォトセッションです、よろしいでしょうか。ありがとうございます。プレスの方も OK でございますね。さあそして見事優勝獲得ね、そうなんです、話をしておりました、優勝賞金100万円が贈られます。プレゼンターは摂政商事株式会社水上雄平様です、どうぞよろしくお願いいたします。盛大に贈呈をお願いいたします。100万円の贈呈です。いやおめでとうございます。まずはフラットで撮らせていただきます。プレゼンター水上様ありがとうございます。土井さんと森さんはぜひこの100万円ちょっと上に掲げませんか、一回上に掲げなくていいですか。さあそれではマイクをお渡ししまして、お話を伺いたく思います。まずは土井啓太選手から今のお気持ち聞かせてください。いかがですか、やりました、優勝です。はい、僕予選がちょっとあれだったんで、決勝でこうなんていうんですかね、愛ちゃんが勝ってくれるって信じてたんで、のぶにょみと僕はパフォーマンスすることができてよかったです、ありがとうございます。おめでとうございます。愛さんはいかがですか。ボルダリングからかなり課題が難しかったんですけど、土肥選手が1位を取ってくれて、自分もそれに引っ張られてリード頑張れたんでよかったです。まあ、ここだけの話といいますか、もう少し踏み込んだところでこのペアが決まった瞬間は第一印象というかどういう気持ちでした。お互いに一言ずついただきたいんですが、愛ちゃんからお願いします。あ、土肥先輩だみたいな感じですか、どうでしたか。真横にして言いにくいかもしれませんけど、自分がスラブが得意で土肥選手もスラブが得意なんで、なんかスラブの課題が2人でうまくいけたらいいなって思ってました。なるほど、なるほど。土井さんはいかがだったんですか。いやもうありがとうございますって感じ。土井さんからもうね、今年も残りわずかなんですが、2023年はどんな年にしたいですか。土井さんからお願いします。そうですね、やっと今回のイベントで、今シーズンの大会が、締めくくられたので、来年に向けてこういいトレーニングができたらいいなと思ってます。はい、森愛さんはいかがでしょう。今年はあと1ヶ月、そして2023年はどんな年にしようと思ってますか。今年いくつかのワールドカップに出てとても楽しかったんで、来年度に向けてもしっかりトレーニングして、またいろんな世界に回って楽しく登れたらいいなと思います。大いに期待しています。皆さん大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます、お話をいただきました。最後ちょっとマイクを預かっていただいて、その優勝賞金プレートを上に掲げたところでフィニッシュさせてください。今一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。初開催アキオズドリーム優勝の3チームの皆さんです、おめでとうございます。第3位藤井心、倉奈々子、第2位奈良斎智亜、大谷沙、そして優勝土肥啓太、森愛でした。
さあ最後に大会オーガナイザーの野口明夫さんから配信ご覧の皆さん、そしてこの会場ね、限られた皆さんなんですが集まっていただきました、ご挨拶を頂戴したく思います。お願いします。はいはい、マイクワンツースリーでございますが、はい、はい、皆さんまずはお疲れ様でした。本当にね、もう秋夜ズドリームということで私の夢を詰め込んだ大会になったんじゃないかなと思います。本当にまず出ていただいた20名の選手の皆さん、あと最高の舞台を作ってくださったセッターの皆さん、演出を担当していただいた皆さん、本当に、それをスポンサーしてくださった企業の皆さん、本当に全員の方々の本当に力があってこの秋夜ズドリーム成り立っていると思うので、本当にもう感謝感謝ですね。はい、でこの大会来年以降もさらにパワーアップしてレガシーとして続けていければいいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。次回もというお話をいただいたところで、この辺りでお別れとなります。ご参加いただいた皆さん、そしてね、はい、開催に、関わってくださいました皆さん、そして配信を最後までこうやってご覧いただいた皆さん、はい、さらにはパブリックビューの皆さんも最後まで楽しんでいただきましたでしょうか。本当にたくさんの方に見ていただいてありがとうございます。そうですね、今一度大きな拍手をお願いいたします。また次回お会いしましょう。この辺りでお別れです。はい、ありがとうございました。はい、さよなら。